皆さんこんにちは。今回の動画は新型アトレイに搭載したパナソニックのカーナビゲーションストラーダの有機ELをより綺麗な映像で楽しむためにフアハオの強化ガラスを貼り付ける動画です。最後までご視聴よろしくお願いします。ソラくん、チャンネル登録よろしくお願いします。それではフアハオ強化ガラスの製品を紹介します。超音波研磨技術。超音波研磨加工 HD クリア、高度 QH 傷防止、 AH コーティング汚れ防止、エポキシ AB 接着加工、気泡なし加工、高度 QH 飛散防止処理。ディスプレイを外します。ディスプレイを手前に倒し、取り付けネジのカバーを外します。両端の爪を少し広げ、上に持ち上げます。簡単に外れますね。2本のプラスネジを外し、ディスプレイを手前に引くだけで簡単に外れます。簡単に外れましたね。輸送時にガラスが割れないようにしっかり梱包されていますね。すごくわかりやすい作業手順書が同封されています。ガラス面を拭き取るシートも同封されています。最後に保護ガラスが入っています。表面に仕上がっているのですごく綺麗ですね。それでは画面の保護シールを外します。
この状態では私の顔も映りませんね。同封のクリーニングシートで画面をきれいに拭きます。拭き取りで取れない小さなゴミは粘着シートで念入りに取り除きます。この作業を念入りにすることで表面の目に見えない小さなゴミを取り除くことができます。今の状態では私の顔も映りませんが、この後、ガラスを貼り付けると驚きの結果が見れます。それでは強化ガラスを貼り付けます。顔は恥ずかしいのでモザイクを入れました。背景は鮮明に見えますね。強化ガラスは、ふわりと置くだけで隅の方から画面に密着していきます。真ん中に残った空気も自然になくなりますが、残った空気は上から軽くこするだけで抜けていきます。最後までご視聴ありがとうございました。そらくん、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。